ごきげんよう、タパパパパパ、ボンドです。やっぱこの季節になるとね、風邪とか、まあ、インフルエンザとかもね、やっぱ流行ってくるのでね、まあ気をつけてください。僕もね、もうね、風邪ひいちゃうとやっぱゲーム実況できなくなっちゃうんでね、もう注意してます、いつも。マスクをつけて、もうマスク。ところで、僕と言ったら、数々の生命体を今までゲームの中でね、作ってきました。今日もね、この地球に私のオリジナルの生命体を作っていこうと思います。ザ・サープリンといったゲームをやっていこう。このゲーム、まずはね、植物から作っていくみたいな感じなんだよね。まあでも植物は初めてだからね。やっぱこういったのって、めちゃキモいの作りたいな。いや、わかる人にはわかると思うんだよね。こういったゲームってね、とりあえず気持ち悪いの作りたいっていう。ああ、これ太くできたりもできるってことか。あ、伸ばしたりもできるんだね。なるほど。結構自由だね。いやー、じゃあ、どうしようか。とりあえず、てっぺんを太く。限界まで太く。そして、下の方から細く。限界まで細く。こういった植物ね。じゃあ、木の実をつけようかな。これが木の実だと思うから、まあ、とりあえずここら辺に一個。いいね、いいね。それからもう一個つけてあげよう。反対側に一個。バランスがね、やっぱ大切だと思うからね。左右対称に。じゃ、それから葉っぱとかもまあ、いろいろ種類があるみたいだけど、まずはね、枝をつけてあげないとね。枝つけてから葉っぱつけよう。これだね、枝の種類。3種類あるけど。じゃ、これにしてみようかな、とりあえず。あ、いいじゃん、この形。お、限界まで伸ばして。で、さらにここに先端に木の実なんかつけちゃったりしたら、ファッションセンス最高だな、もう。じゃあ、葉っぱもじゃあつけていこうかな。ちょっとね、人間を意識してると思う。僕もね、正直言うと人間だから、こういう植物作る時も、やっぱ人間意識してね、作っちゃうのかな。葉っぱもね、じゃあ綺麗にこう並べてつけてと。とりあえず葉っぱね、たくさんつけないと、こう植物っていう感じで認識されないんでね、たくさんつけてあげよう。いいんじゃない?じゃあ反対側も同じように。ひとまずこんな感じでいこうかな。いや、人生初めて作った植物です。かわいい。あ、なんか、現れたね。ここで育てる、みたいだね。まあ、生命の成長を見ていくっていうことだね。あ、作ったこの植物を植えていく感じだね、まずは。まあ、たくさん植えていこうかな。で、これがね、後々、今度はね、生命体作るんだけど、これ後々ね、ご飯になると思うんで、たくさんつけてあげよう。さ、こんな感じでどうかな?見てください。私の作った植物です。元気いいね、みんな。風に乗って、ゆらゆらしてます。倍速で見ることができるんだけど、こう時間をね、早くしてみると、まあ、こういった感じだね。まあ、生まれて、また死んでっていうね、生と死を繰り返してるっていう感じだね、これは。じゃあ、ここで、生き物も作っていこうかな。生物作成画面にやってきました。実はね、僕と言ったら、動物だけではなく、人間もね、いろいろ作ってきたんで、まあ、結構こういうの得意なんだよね。あ、ここで色とかも変えていけると。まあ、とりあえずこの色で
作成していこう。どうしようかなー。なんか最初うんこみたいな。そう、形がね、こんな感じだけど。でね、伸ばしてあげたらどうなんだ？あ、長い。あ、結構長めに作れるのか。あれ、縦側に長くできないのかな？人型で行きたいんだけどね、まず。あ、ちょっと。あ、いいよいいよ。ちょっと縦側になったね。こんな、あ、これでいっか。よし、この形で作っていこう。とりあえず、まず足だね。足を、あ、これか。あ、なるほどね。こんな感じでつけれると、あ、手はないのかな、まだ。じゃあ次、口でいこう。とりあえず、まずは顔を作ってあげないとね。悪くない。ちょっと小さめにしとこうかな。あんまでかすぎるとね、バランス悪くなると思うし。あ、ここ、伸ばせたりできるんだね。これいいな。耳だね。耳をじゃあ、あ、こういった感じでつけるのか。生物っぽくはなってきたよ。あれ？消えちゃったな。どれだ？よし。まあ、これつけてあげて。じゃあ、目をつけようか。じゃあ、これは？あ、いいね。モンスターズインクに出てきそう。他にもこういう種類があって。あ、こういう。伸ばす感じもあるんだね。伸ばす感じだとどうだ？あ、ちょっとバランス悪いな。これはなんだ？ここら辺はまだ全然進化してない目ね。よし、まあ、これでいこう、とりあえず。やっぱ序盤だからそんなパーツはないんだね。ちょっと最後にね、微調整しといて。あ、ここ手っぽくできそうだね。よし。お、怖い怖い。これは怖いよ。ちょ、まん丸。丸く可愛くしていこう。可愛いなぁ。解き放っていこう。よーし。よし、こんな感じで。さ、この星に新たな生命が生まれました。生活し始めたよ。生き生きとしてるね、みんな。見てください。いや、見るのやっぱ楽しいな。言ったら、まあ、キリンみたいな感じだからね。やっぱ植物も結構身長の長い植物だから、生物もね、首長く作ったんだよね、実は。なんか近寄ってきたよ。かわいいなあ。あ、食べた。口開けて食べたね。ちゃんと食べる仕草も見せるんだね。じゃあちょっとここら辺で、時間を早めてみようかな。さあ、おお。生き生きしてね。こう見るとやっぱ小さいのとでかいのがいるんだね。成長して、そして生と死を繰り返すと。なるほどね。じゃ、ここにね、もう一匹、別の生命体を加えるとどうなってしまうのか。やってみましょう。あ、こういう感じいいね。長めに作ってみようかな。で、足をたくさんつけていって。いいんじゃない？なかなかね、哺乳類って、足ってね、まあ、多くて4本なんだよね。僕はね、いっぱいつけるけど。じゃ、あ、この口にしてみよう。あ、これ牙ね。
これ牙ついてるけど、肉食になるのかな？じゃあ耳をつけてあげて。あれ？耳つけれないか。あ、ついたついた。おぉ、いいね。でかいな。じゃあ目玉。あ、この目玉ね、ちょっと肉食っぽく作ってみた。補足ね。あえてここは補足していこう。肉食はね、やっぱ、太く、パワー型より、あ、ちょっと伸びちゃったな。やっぱ補足していった方がいいよね。スピードが速そうな。そんなね、生命を作ってこう。さて、色はどうしよう。獣っぽい茶色がいいんだけどね、茶色ないか。ここら辺茶色っぽいけど、ま、あえてこう、紫でいこう。いいんじゃない？ちょっと蛇っぽいね、でも。なるほど。蛇に足をいっぱいつけると、これは、やばいぞ。この生命を解き放って、元いた生物と共存できるかどうかね。さ、解き放っていこう。あれ？あれ？ちょっとやばいぞ。あれ？ま、パソコンが止まってる。なんかカクカクし始めた。え、待って、これどうなってんだ？ちょっと動かなくなったぞ。え、私の生命体が、私の作った地球が、そんな、壊れてしまった。急いで作り直しました。どうやらね、なんかいっぱい植物とか生物がいっぱいあったから、ちょっとね、さっきパソコン止まっちゃったみたいだね。今度はちょっと少なめに、こんな感じで作ってみました。そう、急いで作ったんでね、生物は適当になっちゃったんだけど。よし、まあ2匹目作っていこう。で、ちょっとこの2匹目は肉食っぽく作っていきたいね。さ、急いで作りました。さっきと似たような感じのね。これで、どうだ？あれ、大丈夫か？あ、動く動く、大丈夫だ。ちょっと数少なめに、これぐらい。いや、4匹ぐらいでいこう。さあ。これも肉食であれば、草食の生物を食べると思うんだけど。どうだ？食いに行かないね。空を見つめています。じゃあ、時間を早めて、観察していこう。あーでも草食べてるね。こっちも草食か。なるほどね。ちょっと口肉食っぽくしたけど。草食なんだね。さあ今回はね、こんな感じの生物を作れるゲームでした。またこれで僕も黒歴史が一つ増えてしまいましたね。まあ、1年後またこのゲーム見てね。この動画見て振り返ろ。一年前の自分を振り返ろ。といった感じで。まあまだまだこのゲームね、発売されたばっかで、多分これからね、アップデートとかね、いろいろ追加されるんじゃないかな。それを期待して待っていこうと思います。それじゃ、バイバイ。あれ？絶滅してる？